あと一つだけちょっと余談を入れるとですね、2013年初めなんで、このスタートする上でね、一番いい方法っていうか、2013年をより良くする方法の一つとして、これは僕千葉さんから教えてもらったんですけど、強運メールの千葉さんってありますよね。強運撮ってる方もいると思うんですけど、この千葉さんっていう方のセミナーに行った時に、その時に教えていただいたんですけども、強運になる方がいいですよね。運が悪いよりも強運になる方がいいですね。で、強運になるための本当に簡単な方法があるということで、これをぜひ今日からやってくださいって言われて教えていただいたのが、魔法のノートっていうものなんですね。これ前どっかで言ってると思うんですけど、魔法のノートって、魔法のノートっていうのがあって、これを毎日ですね5分、つけるだけで、自然と強運になっていきますよっていうことがあって、でそれ何をするかっていうと、魔法のノートで僕も作ってるんですけど、こういう 100均で売られてる普通のノートなんですけど、これにですね毎日あることを書いていくと。でそれは何を書いていけばいいかっていうと、何だと思います？はいはい、ズバリですね、そういうことなんですよ。感謝の言葉というか、感謝の、気持ちというかね、感謝できることを、書いていく。これだけで、自然と強運になりますよっていうことなんですね。で、感謝できることって、例えばですね、宝くじが当たったとか、男性に告白されたとかですね、そういうことってめったにないですよね。で、宝くじ買いました？ところで、あ、買ってないですか？あ、うちの兄さんもですね、20枚ぐらい買って見事に全滅で、でも宝くじに外れない方法ってあってですね、これは買わないことなんですね。絶対に僕実は外れたことないんですよ。で、買ったことないんですよ、実は宝くじね。で、買ってもいいんですけども、とにかくね、感謝できることっていうのは、その大きななんか特別なこととかね、何年に1回あるような奇跡的なことを書くっていうことではなくて、本当にだ当たり前のことを書けっていうんですね。だから千葉さんが言うには、例えばですね、例えばもう極端な話、今生きていることがね感謝だとか、朝起きて目覚めて、普通に生活できることが感謝とかね、旦那さんがいて、家族がいて、それが娘がいてとかね、子供がいて、それが感謝だとか、そういう本当に、ね、当たり前のこと、今日ご飯が食べれたこととか、そういうことを、書いていくだけでいいと。これだったら誰でもできますよね。なんか一つは あげれますよね。全部24時間悪いことだけってないですよね。呼吸できたことに感謝するとかね、病気になったら本当に呼吸するのもしんどいとか、やっぱあるわけですから。で、その時にお話しされたのが、沖縄のですね、あれ何でしたっけ、姫百合の塔ですかとかありますよね。あの子たちはもう太陽も当たらないところで、真っ暗な中でね死んでいったと。だからその時に読まれた歌が、やっぱ太陽、お日さんの光を見たいとか、そういうことだったんですね。だから太陽の光を浴びれることも感謝だし、そういうふうに撮ると全てが感謝に変わっていくっていうんですね。だからそれをただ、書いてください。で、それで1ヶ月続けたら、誰でも強運になりますよっていうことをねおっしゃってたんですよ。これ非常にいいなと思って、僕も毎日ちょっと最近忘れがちだったので、またね2013年になって始めていこうかなと思ってるんですけど、そういう魔法のノートっていうのをね、作っていただくといいですね。で、その時千葉さんにセミナー行った時にノートをもらって、でその時書いてた言葉が、こういう言葉、実力つけるより運つけようってね、これを書いてくれてたんで、こういうことを自分で書いて、やったらいいんじゃないかなと。で、こういうふうに書いていく。で、あと手書きでね、ノート一冊買ってきて、もう今日から始められますので、よかったらこういうこともね、手で書くって結構大事なんですよ。最近もパソコンでバーッと書くこと多いですけど、手書きにすると結構脳にインプットされますので、手書きっていうのがやっぱ大事かなと思います。